デーノスクスは約8000万から7300万年前の北アメリカ大陸に生息していた基地で史上最大級のワニ。正ワニ類ワニ目クロコダイル科に分類される肉食性爬虫類。テキサス州のペロー自然科学博物館に保存の良い完全な頭蓋骨が存在する。学名は古代ギリシア語、デルタイプシロンヨタニュー、恐ろしいシグマウプシロン海、ワニの合成語。日本語では金綴り上の類似から、ディノスクスなどとも呼ばれることがあるが、本来的には、ディノ、ではなく、デーノ、であろう。英語では、ダイノスーカスに近い発音をするのが通常。本属のシノニムには、ポリデクティーズとフォブーシクスがある。デーノスクスの体長に関する想像比較図 D ハチャライの復元骨格。ユタ自然史博物館の展示品。現在のところ発見されているのは保存のいい完全な全長約 180cm の頭蓋骨のみで、他に発見されたのは脊椎やあばら骨などの一部であるが、その大きさから全長は最大12メートルほどに達するのではないかと推測され、史上最大のワニの一つとされてきた。しかし、最近の研究によればその数値は過大なものではないかともされ、10メートル程度だったとする説もある。また、現世に存続するイリエワニも大型の個体では6メートルを超えるものも存在する。骨の研究も行われ、その結果、寿命は約50年と推測され、その頭蓋骨は、現生のワニ同様に、骨製二次口蓋を備えていた。巨大なワニ類としては他にも、サルコスクスやプルッサウルスなどが発見されているが、どれが最大種であるのかについては判断するに足る、確実な情報が乏しく、故に不明である。ただし、デーノスクスの全長が、サルコスクスと同等かそれ以上であれば、質量面ではより細身のサルコスクスを上回ると、考えられる。D. ルゴシスの頭骨。ロンドン自然史博物館の展示品。デーノスクスの骨カーたちと、椎骨原生のワニ類と同じく、水際に潜んで獲物を狙う捕食動物であり、魚をはじめとする水生動物のほか、水辺に近づくハドロサウルス類などの植物食恐竜、等の陸生動物も獲物にしていたと思われる。また、噛みつく力は、非常に強く、ティラノサウルスと同等かそれ以上の抗合力があったのではないかと推測されている。しかし一方で、近縁のクロコダイルより若干胴が短く、四肢が長いことから、陸上と水中の両方で生息していた可能性も指摘されている。ありがとうございます。